沖縄そばの日なんでしょ。そうですね、毎年あれでもちょっと違うんですよね。なんかあ、そうなの、なんか日、10月のなんかやけど、なんか第何何曜日とかする、なんか日曜日に合わせてるみたいな、日に合わせてるみたいな。何年か前の見たら違ったんですよ、14日になってたんですよ。今日はでも17でしょ。前はね、なんか 2,3 年前に14日とかだったんですよ。だってあの人のなんだっけ、制定したの日は制定したでやってたけど、親方、そば親方だったっけ、子供、この人の結婚記念日はそばの日なんだ、親親方決まってんじゃん。いや決まってるけど、なんかそういうイベントをする日はまた合わせてるんじゃないですか、そういう週末に。でもあの呼んでいて決めた日でしょ、決まった日でしょ。あ、そうですね、沖縄はそばだけだけど、うん、そば屋に行くわけじゃないんだよね。まあそばもあるとあるかなっていう感じ。そばがなんかすごい有名らしいっすよ。
飲んだだけでもなんか海の中泳いでるものすごく美味しい。すんごい時間かかってる。8時間中だけやってる。ちゃんと撮ってる。今まで出汁とかでも美味しいところいっぱいあったけど、また全然違う。この出汁とこの麺がまたこの出汁に絡まって超うまい。これは今まで食べた沖縄そばの中ではまた全然また別になる。臓器も足こっちやっぱ落ちますね。でも出汁うまいわ。すごい感じ。これはちょっとこれはすごい。一口ごと、ひつまぶしね。
Oh,